こんばんは、 PR チャンネルファッションカレッジ講師の星部嶋です。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。お財布ってどういうの使ってますかっていう話をねちょっと聞きたいなと思っていて、はいはい、僕もね結構長年使ってるお財布結構ボロボロになってくるじゃない。なりますよね。毎年変えた方がいいっていうことを言う人もいるじゃない。1年で変えた方がいいって本当言いますよね。まあ、僕ペレモルビダっていう、まあ、今日ご紹介するねバッグのブランドの、はい、まあ、クリエイティブディレクターやってるんですけれど、そのスタッフたちからお嶋さんこれどうですかって言われて、今日ちょっとね判断してもらおうかなと思って、この財布どうか、はいはい、でこれ実はこれ今日持ってきたんですけど、おう、これクロコダイルのペレモルビダのお財布なんですね、うん、で今まではこの半分のタイプだったんですよ。あの折りたたみ式ね。折りたたみ式、はい、でスタッフたちにいやこれプレゼントしますよとかって言われたのがこれなのね。クロコダイルですごいかっこいいんだけど、うん、おじさん臭いって言われたんですね。へえ、クロコダイルがおじさん臭いっていう人と、あとこういうジップタイプが星野さんおばさんとかってもう言われたのよ。これってマジか。だからどういう風な皆さんイメージを持ってるのかなと思って、おじさんだけどおばさんみたいな人もいるじゃない。わかる、おじさんおばさんだと思ってるんですけど僕は、うん、いや、いるじゃないですか世の中に、まあ、いますいますいます。じゃあこれおじさんおばさんね。私の財布はおばさんです、はい。ジップタイプです。私、あ、ジップタイプで色いいねこれ。 ありがとうございます。へー、はいはい、マイケルコースです、ね、マイケルコースです、ね、はい、あ、でも似合う。 ありがとうございます。すごく、私お財布の中にいろいろ入れちゃうんですよ。うん、何入れちゃうんですか。チューインガムとか。いやいやいや、食べ物はさすがに入れないんですけど。あれですか、うまい棒とか。うまい棒どうやって入れるんですか。 あれを私絶対に入れてるお守りがあって。あ、綺麗に入ってますね。お、何それ。芸能の神様の、はい、書いてある、芸能お守りって書いてある。そうなんです、芸能の神様で、うん、猿田彦神社っていうところがありますよ、伊勢神宮。そうですそうです、行きましたよ僕。あ、本当ですか。猿田彦神社、これ猿田彦じゃなくて、はい、さらに、はい、その奥さんがいて、はい、猿目さんっていう、実は猿田彦じゃなくて、うん、この猿目さんが芸能の神様じゃなんじゃないかっていう話があって、はい、これね、うまくなる札っていうのがついてるんですよ。なんだこれ、またすごいの出した、何にこれ。でこれが絶対ついてるんですけど、これを、うん、例えばギターがうまくなりたいなったらギターに貼るとか、うん、欲しい言われて、よおい、ボケがうまくなりたい。じゃあもうここに貼らなきゃいけないじゃないですか。そうです、貼りますよここに。ここにうまくなるとかって。で客観的に見てこれはどう思います、はい、私男性が持ってるクロコダイル好きなんですよ。おじさんじゃないんだよな、だからかっこいいダンディーな男性っていうイメージ。あ、本当、使うか使わないか迷ってたんですけど、じゃあちょっと一応2択でもらっといていいですか今日。あ、お嶋さん似合うっていう人が 1、うん、1、いや違うでしょうっていう人が2、うん、私1、ありがとうございます。じゃあちょっとぜひ皆さん、たまには僕にご応募いただければと。いや本当ですね、はい、1か2で教えていただければと。じゃあちょっとアンケートで、はい、ぜひ皆さんということで、うん、今日ですねお財布の話じゃないんですよ、すみません、はいはい、でもこのねブランドの話ですよね。そう、ペレモルビダって僕がやってるプロデュースしてるこのバッグのブランドなんですけど、非常に好調で、はい、今年は、またさらにですね、なんかちょっといいものをですね扱うので今日ご紹介したいなというところで、新作ですか。まあそうですね、うん、はい、それとあとはなんとですね、はい、4月の21日、うん、イベントをやるんですね。ほう、4月の21日の土曜日なんですけど、公開収録を、ペルレモルビダ銀座店でやることになってるんですね、はい、そこで、うん、一応時間のお知らせなんですけど、はい、まず第1部がですね、うん、19時から、はい、これはですね、ご招待させていただいたお客様をお呼びしますので、はい、ぜひ皆さんに出していただければと思います。これはね、ご応募いただいて、はい、抽選に当たった方のみになります。公開収録なんでちょっとね、はい、お席が少なくなってしまいますので、そうなんです、入れない部分もあるので、はい、申し訳ないんですけれど、はい、ちょっと抽選になってしまいますが、ぜひ皆様ご応募ください。そして、8時からですね、これはもう全員参加で大丈夫ですので。お、全員参加大丈夫ですか。その代わり、うん、大変申し訳ないんですけど、僕のこのペレモルビダの銀座店のお店で皆さん、うん、たくさん、たくさん買っていただきたいんですよ。前のめりがすぎる。すぎるよね。ぜひね、2人で一緒に接客しますんで、はい、お買い物を、ね、していただきたいんですよ。あ、ということは第2、あ、いや前のめりがすぎる。すみません、危ないですよね。ということで、うん、ぜひ8
8時からは皆さん、お買い物しに来ていただければと思いますので、ご参加よろしくお願いします。そっか、星葉さんが接客をしてくれて、はい、なんかこういいものを選んでくれちゃったりして、もちろん似合うものをもちろんお見立てというかね、しますので。じゃあもうこれは皆さん、はい、買う気で来なきゃダメですね。あ、もうありがとうございます。もう一回言ってもらっていいですか。皆さん買う気で来なきゃダメだよ。ありがとうございます、いただきました。そしてですね、はい、ここでもう一つお知らせがありまして、ペレモルビダ銀座店でこの時にね購入していただいた方は、うん、なんとですねちょっとポイント制がありまして、通常ポイントに加え、うん、2000ポイントですねプレゼントいたします。太っ腹。ちなみに1ポイント1円です。あ、2000円安くなるってことですか。そういうことですね。そういうふうに考えてます。この動画の説明欄にですね、はい、ぜひ皆さん応募いただければと思います。はい、ぜひ皆さん説明欄チェックしてみてください。はい、そんなペレモルビダの商品を、はい、まあ、新作と言いますか、はい、これが、まあ、新作というか、まあ、人気の形なんですけれど、はい、ちょっとボッソンタイプなんですね。ここにこういう風になってまして、フックが、うんうん、これで開けて使うことができると、うん、まあ、こういう風にパタッと落としてしまえばトートバッグみたいにも使えるんですね。この形も可愛いですね。ちょっとここありがとうございます、うんうん、はい、でね、これ重そうに見えるかもしれないんですけど軽いんですね。あ、軽い。はい、軽いんです。これ、まあ、メンズでも使ってますし、女性の方で書類いっぱい入れたいよっていう人はこれを使ってる人も結構多いですね。実は見た目もやっぱり大きいし、はい、あのね、手触りとかこの質感も本当にいいんですよ。ありがとうございます。だから重厚感もあって、あの、重いのかなって思っちゃうんですけどね。思っちゃいます。でもね、うん、全然軽い。この革って姫路さんのシュリンクレザーなんですね。ほう。で、全部作ってるのはこれ実はメイドインジャパンなんです。日本で本当に丁寧に丁寧に、あの、職人の人が作ってまして、で、その革にももちろんこだわってて、革はその姫路さんのレザーなんですけど、内側のこういう中のですね、生地も実はマイクロスウェードなんで非常にね気持ちがいいんですよ。ここ見えるかな、ね、このスウェードすごく手触りいいですね。黒、それからネイビー、うん、であとこういうねちょっとベージュっぽい、まあ、ベージュに近いですかね、まあ、トープっていう色でね、うん、あの、我々が呼んでるんですけど、でもちょっとなんか、あの、よくあるベージュよりも、はい、若干緑がかってるというかグレーがかってるというか、そうですね、とか、あとは、まあ、鉄板なんですけども、じゃあここでクイズです。はい、急にこの中で一番売れる色は何でしょう、うん、これ、あ、うん、今の流れで外れるの。そうなんですよね。びっくりした。流れの把握の間違いなのかな。またなんか頭おかしくなってきちゃった。あの、いや、 100% 当たると思ってこれを指したんですけど。そうなんですけどね。じゃあいいです、これ。あ、これです。あ、ネイビー。そう、ネイビーね、ネイビー売れ筋ですね。すごいね。黒とかももちろん、黒茶っていうのはバッグの色ではもう基本中の基本なので、うん、あれなんですけど、ネイビーってその黒のスタイルでも茶のスタイルでもグレーのスタイルでも何でもハマっちゃうんで、割とねこれを持つ人は非常に多いですね。確かに。カバンを黒にしたら、はい、例えば靴は何色ですか。黒。黒です。ベルトは黒。髪の毛の色はご自由に。ご自由に。そうですね、まあ、そう、なるべく革の小物のものは色を揃えてあげると非常に統一感が取れるのでいいと思いますね、うん、まあ、全部黒にしちゃって、ね、逆に今度重たく見えちゃうかもしれないので、うん、今日のブラックのスタイルだったらこのまんま黒でいいと思います。だけど髪の毛の色ちょっとブラウンじゃないですか。はい、そうです、ね、ゆきちゃんの場合は、うん、だからこれはこれでいいと思いますね。お、これはあれですね、あの、仕事用すごく、そうですね、あの、資料とかたくさん入りそう。そうですね。あと男性だったら本当にもう1泊2日ぐらいだったらこれで十分、うん、いや、女性も全然1泊できますよこれね。そうですよね、できます、できますよ、まあ、そんな感じでも、まあ、もちろんレディース用のペレモルビダっていうのもあるんですね、うん、まあ、それは今度銀座店でやるイベントの時に見ていただければ。うわ、楽しみです。女性版のペレモルビダ、はい、それはね、じゃあ逆に僕が選びますよ。やった。はい、それはそのいつものスタイルを一応把握しているので、はい、そのスタイルに合うバッグを僕がじゃあ今度の4月の21日にお選びしたいと思いますので、はい、ちなみにどういう風に持ったらかっこいいだろうってやっぱこう考えたりするじゃない。考えます。いろんなスタイルに持ってほしいなというのがあって、はい、この例
えばね、取っ手がここですね、ハンドルっていうんですけど、はい、長いんです実は。ちょっとだから普通にこういうふうに、まあ、仕事用としてこういうふうに下に下げて持つこともできるし、例えばこういうふうにして、あ、男性でも余裕でかけれるぐらいの長さがあるんですね。そう、カジュアルな感じの使い方としても使えるんですね。だから非常にね、便利なんじゃないかなっていうふうに思って、そのスタイリングがこの、こちらですね、画像を見ていただけると、うん、いろんなスタイル、これはジャケット&デニムのスタイルですね。なんかカジュアルにデニムにも、うん、Okay、すごく素敵に合いますね。ブレザーとかね、うんうん、そしてこっちはこれすごくかっこいい、オフのスタイルですね、これね、うん、ニットにね、はい、もうまさに例えば本当にコットンのニットでもいいし、はい、カシミヤのニットかなんかでこういうバッグを持っていただくのもかっこいいと思う、はい、そしてその次ですね、明るめの季節ですね、これからはね、こういうスタイリングでも全然 OK なんですよね。だから割と幅広くこのペレモルビタ持っていただけると思うので、すごくまあ人気を得ていると。これいいですね、あの本当にスーツでもカジュアルでも、はい、いつでも使えますもんね、仕事用でもプライベート用でも。そうですね、両方いけますもんね、はい、うん、でそんなペレモルビタは実は BR オンラインにあるモールに直営店を出してるんですね、うん、なのでたくさんもういろいろ種類が見れますので、うん、ぜひ皆さんその中でいろいろこうチェックしていただけると幸いです。星葉さん、一押し食は？一押し食、まあそうね、まあ、これからのシーズン考えるとやっぱりこの色ですかね、うん、あ、まあ、ちょっとこれをおしゃれに持っていただきたいなと思いますね。確かにこれね、あの夏にかけてはやっぱいいですよね、うん、さっき出てましたけど本当にこのコーディネートですね、はい、まさに白いパンツにこのちょっとね、うん、エクリューっぽいなんかこうニットに、うん、なんかトーントントーンでこう合わせていく、なんかラグジュアリーなしかもカジュアルなスタイルっていうのはなんか個人的にいいかなというか、うん、ちょっと上品そうじゃない？めちゃくちゃ上品そうです、ね、すごいいい香りがしそう。あ、そうだよね、はい、あといい生活してそうだよね。いい生活してそうです、あの朝、うん、ちゃんと豆から入れたコーヒー飲んでそうですもん、あ、家で。わかる、休日隣にいるパートナーとかも同じような色使いしてそうだもんねあと、あのゴールデンレトリバー飼ってそう。2人ともサングラス、何の話ですか、ね、これ妄想劇場ですか。妄想劇場始まっちゃいました、はいはい、ということでぜひ皆さん、うん、BR オンラインにあるモールのですね、この直営店でペレモルビタ買ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで来週はこちら、東京のリングというお店なんですけど、はい、うん、今日また素敵な感じで、ありがとうございます。スティーレラティーノ、もう聞いたことあるでしょう。はい、ソラーロという、ソラーロ、はい、こういうとこですよ ね、 きっとね。これあのジャケット脱いだ時に見えますもんね、サッてね、やった時にシアサッカーですね、これもスーツなんです。こうなるんですね、やっぱ人が着ると違いますね。そして今週ご紹介した商品はこちらです。そしてじゃあ宣伝を。はい、私寺田由紀ですね、3月17日にメジャーデビューをいたしました。あれ、反応、いやいやいや、反応薄っ。は、反応薄いっていうか、だってデビューってメジャーデビューしてるし、歌手として、歌手としては、はい、実は音楽活動はしてましたけど、うん、今まで出してた CD とか、はい、あれ全部自分で作ってて。何それ。あれ自主制作なんですよ。すごっ、そんなことできんの。できます、できます。俺も CD 出そうかなそういう話じゃないですよ。いやいやいや、そういう話、もう全然手配しますけど素晴らしい、出せることになりました。ありがとうございます。ちょっと触り聞いてみます。さあ行こうという曲ですね。うまい、そういう曲です。うまい、当たり前ですけど、うまいですね。C
CD 聴く機会ないよみたいな方はですね、あの配信でも販売開始しておりますので、iTunes とかレコジョクとかですね、あとはあの Apple Music とか、はい、ストリーミング再生の、はい、うんうん、そこでも取り扱ってもらえることになっておりますので、なるほど、はい、皆さんぜひたくさん聴いてください。よろしくお願いします。ぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。そして5月には舞台ありますので、それも詳細はですね、私のツイッターとかで調べていただけたら嬉しいです。そして星葉さんも、はい、僕もですね、毎日フルサスタイル、更新しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。そしてあのゆきちゃんもそうなんですけど、僕も、インスタグラムやってますので、はい、ぜひポチッとしていただければ、幸いです。はい、はい、それでは今日はこんな感じですかね。そうですね。チャンネル登録はこちらです。こちらです。そしておすすめ動画がこちらです。こちらです。こんな風にしちゃったりまして分かんなくなっちゃった